書き講談会は、1900年から1902年まで、年1回、内村勘蔵が主催した聖書の講演会である。1900年、東京独立雑誌の主筆であった内村勘蔵は、第58号と第59号で書き講談会を計画し、広告した。しかし、1890年7月に、東京独立雑誌社は解散したため、 内村和人で責任を引き受けることになった。大島政権、松村海跡、留岡康介らが講師として応援した。1900年7月25日より8月3日までの10日間、聖書を中心に、道徳、文学、歴史などのキリスト教的、高級会が、東京普通のはずの女子独立学校で80名が、新職を共にして行われた。 主な参加者は、井口紀元寺、小木原森江、森本慶造、幼い河村であった。第2回は1901年に、津のはずで行われ、浅野直三郎、志賀直也などが加わった。第3回は1902年7月に同じく津のはずで行われ、大島政権、黒岩瑠光、津田仙、山形伊藤などが講師になった。この回では、大賀一郎、 海保竹松、斎藤宗二郎、青山氏、有島武雄などが参加した。この3度にわたった、講談会が終わった後、参加者の有志によって、角外聖書研究会が作られた。それにより、内村鑑三の無教会派の運動が展開されることになった。ありがとうございます。